で9番1543年種子島に漂着したポルトガル人が伝えたものは何ですか。こんなものはいいね。何ピナール、待て、お、で10番日本がポルトガルなどと行った貿易を何というか。これは何貿易ですか。何番貿易。この何番貿易っていうのね、番っていう字は野蛮の番だよね。だからこれは日本人以外の人をけなしてる、系列してる呼び方です。野蛮人との貿易というんです。で、南蛮の南はまあいろいろ説があるんだろうけど、まあこのポルトガル人なんか別に南の人じゃないよね、西の人だよね、ヨーロッパの人は。なんで南なんだろうって言ったら、まあ種子島の方から入ってきて、日本からすれば南の方から回ってきたから、おそらく南の方から来た野蛮人との貿易ということでこういう方をしてる。だからすごく大変失礼な言い方です。続いて安土桃山時代について1どういうこれ2か1は分かるんですね。括弧1、織田信長が今川義元を破った戦いを答える。これはもう当然で小橋君、桶狭間の戦い、これは問題ないね。括弧2、織田信長が鉄砲を使って武田氏を破った戦いを答える。これは分かりますか、藤田君。じゃあね、鉄砲対何の戦いですか。武田氏ってのはそれまで最強軍団だと言われて、何を使って最強だと言われてた。馬、そう、騎馬、最強騎馬軍団と言われていた武田氏を織田信長が最新兵器としての鉄砲を使って、破った。そういった戦いを何というのかというと、長篠の戦い。では覚えてください。括弧3番、当時の日本の鉄砲の産地で信長が自治権を奪い支配下に置いた都市を答える。これさっきの問題に関連してきますよね。それまでずっと自治権を持っていた都市があったと。それは3つ答えなさいっていう、あ、ごめんなさい、3つのうちから1つを答える。何じゃないって何があった。自治都市、誰のどの殿様にもどの戦国大名にも頭を下げずに自分たちだけで、運営していた都市として、まず京都、堺、博多、この3つのうちのどれですかということで、これが2つ目の堺です。堺というところは鉄砲の産地で自治権を持ってやっていたんだけども、信長が、あ、ここいいところだな、でこれからの戦いはやっぱり鉄砲がなきゃ戦争はできねえ、だから大量に自分のものにするためにはこいつらの自治権を奪ってしまって、自分たちだけのためにやるんじゃなくて俺のために働かせようということで支配下に置いてしまった。それが堺というところです。さっきの問題と関連しているということ、今まで自治権を持っていたけど自治権は剥奪されちゃったと。括弧の4番、信長が楽市楽座令を出したのは何のためか。
この楽一楽座というのは何だか分かりますか？楽一楽座って何だか。自由に商売やんなさい。自由に商売をやんなさいというところです。自由に必要なものを買える場所、売れる場所、そういうような場所を提供して許可して、そこでの経済を拡大させていくということを信長が考えてやらした。何のためかというのは今言ってしまいました。何のため、それは何のため。経済を拡大するため。だから商工業を発展させるため。だからそのなんていうのかな、さっきのザっていうのは何だった？ザっていうのは、ザって、不思議なザって何？同業者組合。それはどういうこと？同業者組合って何のためにザを作った？ザの目的としては何？組合を作ってどうする？他の奴らにこの商売に入って来させない。自分たちだけが美味しい汁を知れるように賄賂を貴族だとか寺社であるとか、そういったそこを支配している人に言って、あなた方だけがこの仕事ができますよってことを認めさせたことでしょ。でもそれをやってしまうと商工業は発展しないよね。競争が生まれないし、だってその人たちが扱えないのであれば、値段はその人たちが決められるし、その人たちが売る量も決められてしまう。なので全体として見れば経済は大きくなっていかない。でもこの楽座ということは、自由にその座に入れるよというふうにしてあげれば競争ができるよね。あいつの方がもっとこっちよりも安く売ってるし、いい塩を売ってるからあっち行こうぜって言ったら、やべえ仕事取られないようにしようと思って、そいつももっといい塩を作ろうとするでしょ。もっといい塩を仕入れようとするでしょ。そうすることによって、あそこの市場はいい商品がたくさんあるよっていうふうにすれば、またお客さんも増えてくるね。そういうようにしていって、楽市楽座というものはその規制を緩めて自由に商売しなさいよ、それを信長私が認めるというふうに言った。そして商売のパイを大きくして発展させるということが目的で、信長が楽市楽座令を出したということです。5番、1582年明智光秀が謀反を起こし信長が倒れた、これは何というか。これは問題ないね。小林君、本能寺の変。6番、豊臣秀吉が作った城は何か。藤田君、まあ、一番有名な城じゃない。何？大阪城。で、坂の字は、今の坂はこうですけど、この時の坂は土辺です。7番、秀吉が一揆の防止や武力での紛争解決を禁じるために出した法令は何でしょうか。小林君、これは、まあ、一応やってないけど常識的に分かる。刀狩りで、一揆が起きるのは農民たちが年貢が苦しいからもっと負けてくれって言って暴れて、言うことを聞かせよう、殿様に聞いてもらおうというふうに。でもその暴れる道具をあらかじめ奪ってしまえば、
そういうことにはならないでしょうということで、あらかじめ豊臣秀吉が刀を農民から取り上げてしまったということです。8番、秀吉が物差しを統一して年貢を確実に取るために行ったのは何か。これさっき見てみましたよね。何でしょう。太閤検地。隠している田んぼはないかということをきちっと調べて、こうあなたが持っている田んぼの面積はこれこれこういう面積です、なおかつこの田んぼは程度がいい場所にありますと、ちゃんと水もちゃんと来てきちっと米が取れるような田んぼですので、この田んぼにはこれだけの税金年貢をかけますよ、いいですね、その約束をしましょうということを明らかにする、そういったために行われたものです。で、この太閤って何ですか。太閤検地の太閤、太閤秀吉っていうふうによく言ってね、これは関白の位を自分の息子とか自分の関係者親戚に送ってしまった人が、そのもう一段階上に行った言い方です。太閤、太閤で、太閤で、関白で、その下は太閤で、関白で、これやったんだよ。摂政。摂政っていうのは何かと言われたら何でするでしょう。天皇が何、子供とか女で自分で政治ができないから代わりにやってあげるっていうのは摂政。じゃあ続いて関白って何。天皇が大人になったんだけど、まあ十分じゃないだろうから私が協力してあげますよというのが関白。そして太閤っていうのはもう関白も辞めちゃった、その上下関係っていうのかな、関白を他人に譲った人がなるものを太閤って言います。だからこの時はもうすでに、関白秀吉じゃなくて太閤秀吉だったということです。9番、全国を統一した秀吉が次に海外進出を目論み侵略した国はどこか。これは秀吉の何出兵、朝鮮出兵で、いまだにこの時のことを朝鮮半島の人々は恨んでいる。日本という国はもっと前もあったよね。いつの時、前回やったなんだっけ、百済っていう国を助けにわざわざ行ったよね。白式の絵の戦いの時に日本が軍隊を行った。あんな昔、600年代の時から送ってまして、この太閤秀吉の時代にも人殺しの集団を送ってきた。なおかつ1910年日韓併合して韓国を無理やり日本に入れちゃう、そして無理やり日本の兵隊にして戦地に行って死なせた、そういうような日本というのは大変ひどい国だということで、いまだに朝鮮半島の人はそういったことを理由に日本のことをまあ攻めてくるというようなことにまでつながっています。で、次、文化についてで、この2から5っていうのはもういいです。まあ重要なものとして1と6、
1、茶の湯の茶の湯を茶道として大成させたのは誰か。これが有名ですよ。誰？千の利休。6番、ヨーロッパから伝えられた文化を何と言ったか。これは先ほどの言い方と同じだよね。はい、さっきヨーロッパとの貿易のことは何て言いました。ヨーロッパとの貿易は何貿易と言った。ヨーロッパとの貿易、ヨーロッパの人たちを何と言ってバカにしてたの。野蛮人で、その人たちはどういう方向から来た。南の方から来た。南の方から野蛮人の人たちが持ってきた文化です。南蛮文化。こういうふうに日本はちゃっかり信長なんかにしてみても、この文化を利用して自分たちの力を強めるために鉄砲なんてのは南蛮文化の代表であるにもかかわらず、素晴らしいと思ってるくせに自分たち以外の人を野蛮人だというふうに表現をしている。で、プリントの8番に行きます。江戸幕府の仕組み。今度は江戸幕府に行きます。1、括弧1、江戸幕府の直轄地を何と言いますか。江戸幕府の直轄地を何と言いますか。藤田君、わかります。江戸幕府の直轄地っていうのは、江戸幕府の頂点にいるのは何家。徳川家。徳川家が直轄地というのは自分で持っているもの、そういう土地、そういったものを天領。で、括弧に、江戸幕府の直属の家来のうち将軍にお目見えできるのは何。これはその江戸幕府というのは徳川家を頂点としていろいろな藩があるよね。長州藩もあれば薩摩藩もあれば松前藩もあればいろいろな藩がある。その中で基本的には3つに分かれたよね。まあ、ちょっとこれ問題になってるのでね、4、5、6、先にやってみましょうか。4、5、6。4は徳川氏一門の大名を何というか。これを5番、初めから徳川氏の家臣であった大名を何というか。6番、関ヶ原の戦いの後から徳川氏に従った大名を何というのか。これは4、5、6。4は分かりますか。一門、これは徳川っていう名字がついたりとか、まあ、松平とかいう名前がついたりだとか、そういうような親戚類だから、親戚の話。5番は、初めから徳川の家臣であった大名。これを譜代大名と言います。
これは徳川のずっと家臣だった。え？関ヶ原の戦い。関ヶ原の戦いで、こっちが徳川派だった。それより以前からずっと徳川の味方だった。で、6番関ヶ原の戦いの頃から徳川氏に従った。だからその後、幕府を作る時に負けましたって言って言うことを聞きますっていうふうになった。それを何と言う？戸沢大名と言います。で、なんでこれを先にやったかというと、江戸幕府の直属の家来のうち将軍にお目見えできるのは何か。だからこれらは全部一つ一つが大名なんだよね。その大名の下にいろいろ家来がついてるわけね。この2番、江戸幕府の直属の家来というのは結局は徳川の直属の家来。徳川の一つの大きな藩だとしたら、その直属の家来のことを何というかという、それのことを旗本と言います。続いて3番、幕府の政治の最高職を何というか。これを何と言いますか。老中と言います。で、これに似たやつで大老という言い方があります。この大老っていうのは老中の中で最も有力な人がなる。じゃあその方が最高じゃないか。最高職っていうのはじゃあ老中で書かないで大王で書いた方がいいのかっていうんだけど、この残念ながらこの大王っていうのは常に呼ばれる常勤ではなくて臨時に老中になったら選ばれるものなので、常勤として考えると老中という職が最も最高なものだというふうに。こういった問題には老中というふうに答える。で、さっき5、6、7と、4、5、6で、7、大名を統制するために定めた法令を何というか。これは前に出てきましたね。何ですか。逆に言うと、これができる前はずっと鎌倉時代の執権、北条氏が作ったこれに似た法律がずっと鎌倉から室町、そしてこの江戸時代に至るまでずっと使われてきた。それは何て言った。武士としてのルールを定めたもの。御成敗式目っていうものがずっと武士のルールとして使われてきたんだけど、ここへ来てこれができて、それがようやく更新されたと。これのこと何？何ていう？武家？そう。そう。武家諸藩です。今一応8、9というのはこれが書いてあります。何かというとやってあります。8番、大名が1年ごと江戸と領地を行き来し、祭祀を江戸の屋敷に
まあ、人質として住まわせる制度は何というか、藤田君。参勤交代制度。9番、参勤交代制度は何という将軍の時に作られたか。詳しく。家光、徳川三代家光。10番、江戸時代の身分制度は何と言いますか。藤田君。4つに分かれます。一番上なのは何？武士。武士。その次は、農民。農。その次は、一番下したのは、商売だったら商売。次は、職人、職人のことなんて言う？士の交渉。で、11番。江戸時代、百姓や町人よりも下の身分として差別されたら何という人ですか？だから、この士の交渉のこの将よりも下の、もうこういう身分制度に相手にされていない人たちのことを何と言うんですか？これも知ってる？あまり勉強しないんだけどね、このことは。得た？何？貴人。この得た貴人、なんで得たというのか。得たっていう漢字はこう書きます。否認とはこう書きます。得た、汚れが多い人じゃない、だから人間じゃないよこの人たちっていうふうに差別をしている。汚れが多いって、なんで汚れが多いかっていうと、よくこの時代以前から何ていうかな、動物を殺して、でその皮を毛皮にしたりとかする、そういう職人の人いるでしょ。そういう人たちの職場というのはものすごい匂いがするんだよね。動物を殺してそれをこう皮を剥いだりとかするので、すごい生臭い匂いがして、ものすごく嫌われたので、あんたらそういう仕事する人たちはもう河の方に行ってよっていう風な感じで、遠くに他の人たちと一緒にいないでくれっていう風に言われて、まあ、よく河原に住んでたりとかしたのね。そういう仕事をしてた人のことを、まあ、動物を殺したりするのに、携わる人のことを得たというように言ってたりとか、否認ってのはどういうことかなっていうと、例えば、これは、まあ、言ってみれば公務員みたいな人たちで、その悪人、犯罪者を打ち首にしたりする、そういうのみんなやりたくないでしょ、人の首を切ったりするの。そういう仕事に従事している人たちを、まあ、否認というふうにして、まあ、この死の交渉の範囲の外に出して差別していくというようなことがあります。感じとしてはこう、人間じゃない、汚れが多い、12番、農地を持っている百姓のことを何というか。これは農地を持っている百姓のことを本百姓。